どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ聞いてよ。最近 CM で一目惚れした車があってね。私もついにマイカーデビューしようかと思ってるのよ。確かに車があると行動範囲が広がるし、荷物を気にする必要もないから良いよな。ところで霊夢って運転免許持ってたっけ？持ってないわよ。なのに車買うなんてよく言えたな。先に車を買った方が、やる気がみなぎった状態で、教習所に通える気がするのよ。霊夢は自信過剰な上、短期で怒りっぽいから運転は向いていないと思うぜ。失礼ね。それにインドア派の霊夢のことだ。せっかく免許を取っても、ペーパードライバーになるのが目に見えてる。別に気が向いた時に、たまに運転すればいいじゃない？霊夢は聞いたことないか？2004年に三重県で起きた事件で、免許を取ってからほとんど運転していなかった女性が、久しぶりに運転したところ謎の失踪を遂げたという話があるんだぜ。車は谷底から発見されたが、本人は一向に見つからず、一年後不可解な結末を迎えたんだ。何それ、初耳だわ。ぜひ詳しいことを教えてよ。車を運転するのが怖くなるような話じゃないと良いけど。それじゃ、三重県 OL 行方不明山浦のぞみさん、を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は2004年2月16日から17日にかけて起きた。当時20歳の山浦のぞみさんが、三重県安芸郡芸能町の勤務先を車で出た後、運転中に崖から転落した。そして、場所がよくわからない、と家族に電話した後、そのまま行方がわからなくなったんだ。2日間にわたっているの？もう少し詳しく時系列で教えてよ。ああ。じゃあ明らかとなっているのぞみさんの出勤時から説明していくぜ。2月16日、のぞみさんは朝8時前に、自宅から車で勤務先へ向かった。ちなみにこの時は勤め始めて、10日程度だったそうだ。そして勤務先のタイムカードには、8時19分と打刻されていた。社会人ってそんな朝早く出社するのね。大変だわ。昼食は勤務先の同僚女性と一緒に食べている。その同僚に対しのぞみさんは、新しい友達ができた、といったことを嬉しそうに話していたことが、同僚の証言からわかっている。社会人になってから友達ができる機会ってなかなかないから、羨ましいな。勤務終了後、のぞみさんは17時30分頃に高校時代の友人にメールを送っている。内容は？これから帰る、という趣旨のものだったようだ。そしてタイムカードには退勤時間が17時41分と打刻されていた。この時のぞみさんの退社を上司計算も見届けたようだ。ここまではごく普通の一日って感じよ。帰宅途中にのぞみさんは、勤務先と自宅の中間地点に位置する。パチンコ店の近くで脱輪事故を起こしていたという話がある。しかし、救助したのは誰なのかは判明しておらず、警察や JAF、通行人が救助したという情報も上がっていない。自力で対処できたのかしら？普通はロードサービスに連絡する気がするけど。そしてのぞみさんは21時を過ぎても帰宅しなかった。母親は、普段は遅くとも19時までに帰ってくる。のぞみさんがなかなか帰ってこないことに不安を感じた。女の子を持つ親御さんは特にそうよね。さらに母親は何度ものぞみさんの携帯電話に電話をかけたが、県外で通じなかったそうだ。帰ってこない上に連絡もつかないなんて心配すぎるわね。そして翌17日午前9時過ぎ、会社でも出社してこないのぞみさんを同僚たちは心配していた。そこで上司である K さんが、のぞみさんの自宅を訪れたんだ。そこで、初めてのぞみさんが、昨晩帰宅していないことを知ったのね。そうだ。そして母親と上司の K さんは、共に警察署へ行き、捜索願いを提出した。でも手続きの最中に、母親の携帯電話にのぞみさんから着信があったんだ。のぞみさんは無事だったの。ただすぐに切れてしまい、母親は何度もかけ直したが繋がらなかった。しかし、代わりに上司の K さんがのぞみさんの携帯に電話をすると繋がり、会話をすることができたようだ。なんで母親からの電話には出ないで、上司からの電話には出たのかしら？ちなみに電話で何か会話はできたの？ああ。上司が電話をかけるとのぞみさんは、ごめんなさい、ちょっと具合が悪くて、と話した。そして居場所を尋ねたところ、自宅にいます、と答えたんだ。え？それって明らかな嘘じゃない？ K さんも驚き、何言ってるの？今お母さんと一緒だから電話変わるね、と母親に電話を代わった。そこで初めて、のぞみさんは、雪で滑って車が落ちた、と話したそうだ。つまり事故を起こしていたのね。無関係な上司を心配させたくないと思ったのかもね。母親が状況を聞くと、のぞみさんは、大丈夫だよ、と答えたが、どこにいるのかは本人もわからない状況だったようだ。ナビとかついていなかったのかもね。K さんが周りに何があるか尋ねたところ、トンネルを通りました。山が見えます、と答え、それは三重県内であるのか確認すると、
そうです、民家が見えました、と話していた。K さんは、その民家に行って、住所を聞いて僕の携帯にかけなさい。迎えに行くから、と伝え、電話は終わっている。事故を起こしたものの、一応のぞみさんが無事であることは確認できたのね。そして17日午前11時54分に、今度は兄の携帯電話にのぞみさんから着信があった。ただこの時は電波状況が悪く、会話はできなかったそうだ。山が見えますと言っていたくらいだから、通信環境が良くない場所だったのね。それから17日14時過ぎには、K さんが再び連絡した。するとのぞみさんは、助けてー、と言っていたそうだ。もしかして、まずい状況になってしまったのかしら。17日の夕方頃から、父親はのぞみさんの話したトンネルや山、民家というキーワードを元に心当たりのある場所を探し始めた。そして18日午前8時30分、父親は釈上湖付近を流れる川の下でのぞみさんの車を発見した。お父さんすごいわね。この場所は自宅から約 10km 西に離れた三重県芸能町に位置し、車は10メートル下の谷底で、転落している状態だったそうだ。ということは、車に乗っている最中に、転落事故を起こしてしまったのね。警察はのぞみさんが帰宅途中に林道に迷い込み、雪の積もったカーブで滑って、車ごと転落した可能性があると考えた。車はボンネットに大きな凹みがあり、ルーフや右側面下部に傷、フロントガラスにはひび、後部車輪のホイールが、行方不明になっている状況だった。そして、エアバッグが出ていたことから、相当な衝撃だったことが伺えたそうだ。しかし車両にのぞみさんの姿はなかった。そして車内に血痕が見つかったことで、事故の可能性だけでなく、事件に巻き込まれた可能性もあるとして、捜査が始まったんだ。落下の衝撃で怪我をした時の血痕ではないのかしら？それにしても、のぞみさんはどこへ消えてしまったのかしら？ K さんが電話した時の、助けて、という訴えが気になるわね。ちなみにのぞみさんの事故車が発見された付近では、携帯電話が圏外になる場合が多いことが確認されているから、繋がりにくかったのはそのせいかもしれないと考えられている。捜査の結果、後部座席に人が乗っていて転落した場合、前座席に変形が起きるはずだが、それが見受けられないことから、転落時後部座席には、誰も乗っていない可能性が高いと判断された。じゃあのぞみさんは一人で車内にいたと考えられたのね。また車内や自宅からは遺書など見つかっておらず、周囲とのトラブルもなかったことも判明している。その後はどうなったの？三重県警は、2月18日未明から2月21日まで、のぞみさんの車が発見された現場付近を400人で5日間捜索した。水を抜いての探索も行ったが、のぞみさんに繋がるものは見つからず、発見にも至らなかった。しかし、のぞみさんが負傷し動けない可能性があることから、引き続き捜索活動を行い、26日には氏名や顔写真を公開した。また、ポスターやチラシを配布して、情報提供も呼びかけたんだ。何か目撃情報は寄せられていないの？17日夜には現場から5キロメートルの山中で、ふらふらとした足取りで歩く女性が目撃されている。この女性がのぞみさん本人なのかは確認されていないが、目撃者は、不審な様子を感じたが、怖くて止まれなかった、と供述しているそうだ。確かに夜にそんな光景を見かけたら、あまり関わりたくないと思ってしまいそう。また、他にも目撃情報は寄せられたが、いずれも確証が得られるものではなく、発見には繋がらなかった。なぜ一人でわざわざ山奥に入っていったのかしら？家族は家出とも思えないし、危ないと思ったところには行かないタイプだと語っている。また、友人もただでさえ車の運転が苦手な子なのに、夜に山なんてありえないと話していた。のぞみさんは運転が苦手だったのね。のぞみさんは2年前に車の免許を取ったが、ほとんど運転をしたことがなかったらしいんだ。家族はどうしてもこの事故が本人のみで起こったとは思えなかったのね。ああ、しかもいくつもの不審な点が浮かび上がってきているからだ。そもそものぞみさんは車の運転が不得意だった。そして普段は送迎バスを利用していたんだ。のぞみさんの勤務先には、免許がないとか自家用車がないなどといった理由で、自家用車で通勤できない人のために送迎バスが用意されていた。手厚いわね。なのに事件当日に限って、自分の車で出社している。まあ、そういう気分の日もあるんじゃない？それから発見された事故車両から、コーヒーの空き缶が発見された。別に運転中に飲み物を飲むことはよくあるでしょ？確かにこの缶コーヒーは、同じ銘柄のものが、のぞみさんの通勤路の自動販売機で売られていることが確認されている。でも父親によるとのぞみさんは、コーヒーは飲まないそうなんだ。ということは、誰か別の人物が乗り合わせていたということ？それを裏付けるように、のぞみさんの車の助手席のエアバッグからは、
B 型の女性の血痕が発見されているんだ。のぞみさんは B 型ではないの？ああ、のぞみさんは O 型 RH 式血液型だ。もしかして、出生時に検査し、間違いって可能性もあるんじゃない？いいや、父親は O 型で母親は A 型だから A 型か O 型しか生まれないはずだ。実はこの血液について、警察では血液鑑定の結果 O 型が確認されたと発表していた。しかし、失踪者の大捜索を行うテレビ番組で再調査したところ、B 型の血液が検出されたんだ。え、どういうこと？じゃあどちらかが、嘘をついているということになるじゃない。番組が警察へ問い合わせた結果、鑑定は行ったが詳細は回答できない、とのことだった。つまり、運転が得意ではないのぞみさんが、その日に限って山道を運転し、なぜかコーヒーが発見され、B 型の女性の血液が見つかるという謎だらけの展開なのね。ああ。そしてなぜか車両落下場所のすぐ近くに、事故車両の後部座席のヘッドレストと座布団が並べられ、簡易ベッドのように置かれていたそうだ。これらからは、のぞみさんのものと思われる血痕が見つかっている。のぞみさんは誰かに寝かされていたのかしら。一緒にいたであろう B 型の女性が、現場から姿を消している可能性があるのね。これらの不審な点を踏まえ、家族は17日の電話についても疑問を抱き始めた。どういうこと？そもそものぞみさんの兄は、両親やのぞみさんとそれほど仲が良かったわけではなく、むしろ不仲に近い状態だったそうだ。そんな兄に、なぜのぞみさんが電話をかけてきたのか謎だったらしい。そうは言っても家族じゃない。さらに母親は、後に電話の相手が、もしかしたらのぞみさんではなかったのかもしれないとの発言をしている。娘が帰ってこず、気が動転していただろうし、のぞみさんからの電話と言われれば、そう思い込む可能性も否めないわね。この事件はその後進展はないの？いや、この後大きく事件が動き出す。一年以上経った頃、のぞみさんの遺体が発見されたんだ。2005年12月2日15時30分頃、森林組合の男性二人が、三重県安芸郡芸能町川内の山林に入ったところ白骨遺体を発見した。この遺体が発見された場所はのぞみさんの車が発見された場所の、約250メートル南の急斜面だったそうだ。そんなすぐそばで？400人体制で捜索していたはずなのに、その場所は確認していなかったのかしら？警察では、行方不明時にのぞみさんが着用していた、白のシャツと黒いズボン、赤色パーカーを遺体が身につけていたことや、ズボンのポケットに入っていた携帯電話、車が見つかった場所から考えて、のぞみさんの可能性が高いと考え捜査を始めた。ズボンのポケットに携帯が入っていたのね。ああ、のぞみさんが失踪当時使っていたものと同じ会社の携帯電話だったそうだ。3日の時点で警察は、両親に対しのぞみさんの可能性があると伝え、三重大学医学部の検視により、歯型などからのぞみさんであることが確認された。さらに4日の鑑定の結果、歯の治療跡が一致したことで、のぞみさんであることが確実となったんだ。死因は特定されていないの？警察では着衣の乱れや外傷がないことなどから、事件性はないとみて、道に迷って凍死したのだろうと考えたそうだ。じゃあ、やっぱりこの事件は事故だったという結末なのね。ああ。でも、車に続き遺体にも、不審な点が多く残されていた。まず一番は杏林大学でのぞみさんの司法解剖を行ったところ、喉の奥の舌骨が骨折していることが判明した点だ。落下した時の衝撃かしら？いや、法医学では舌骨骨折は絞殺と判断する根拠の一つとされているんだ。舌骨は位置的に顎にガードされているから、喉をぶつけたくらいでは折れないし、骨折を起こしにくい。じゃあのぞみさんは何者かに襲われた可能性が捨てきれないのね。さらに遺体が発見された場所は、道が狭く街灯もないため、他の道を通行した方が、安全で近いという理由から、地元の人間でも普段は通らない道だそうだ。なぜそんなところで遺体が発見されたのかしら。しかも車から250メートル離れていたというのも不可解ね。それからのぞみさんの白骨遺体に、小動物が食い荒らした形跡はなかったそうだ。杏林大学によると、山林の中で1年以上も横たわっていた遺体が、そのままというのは非常に稀なケースらしい。ということはそれまでは別の場所に遺体があったのかしら。そもそもずっと発見されなかった遺体が、突如、車の落下現場近くで、発見されるなんて違和感しかないわ。しかし三重県警は事故死と判断し、事件は終結した。2005年12月10日、のぞみさんの本葬が営まれたそうだ。どういった形であっても、ご両親の元に戻ってきたのは良かったけど、なんだか納得できない終わり方ね。この事件は、事故死という結論に納得できないという声が多く、いくつもの説が出回っている。どんな説なの？一つは、自殺を図ったというものだ。自殺？何か思い悩んでいたの？
のぞみさんは、学生時代にいじめに遭っていたという情報があるんだ。その経験に苦悩し、人知れず自殺を計画していたのではないかと考えられている。だから、あえてその日は車で出かけたということ？でもさ、昼食の時、新しい友達ができた、って報告していたわけだし、吹っ切れているような気がするけどね。それに、帰宅時に高校の友人にメールも送っていたから、今は友達がいるってことじゃない？もう一つは、父親の車の発見が早すぎるため、何か裏があるのではないか？という説だ。地元に住んでいたらキーワードから大体想像つきそうな気もするけどね。それから最も根強い説が、上司の計算を含む複数犯の犯行とする説だ。上司の計算の行動やのぞみさんとの電話でのやり取りに違和感を覚えた人が多かったそうだ。確かに事故を起こした状況で母親の電話には出ず、上司の電話には出るって謎よね。母親が、電話の声が本当にのぞみさんだったのかわからないと言っていることからも、もしかしたらのぞみさんと思い込ませて、別人と話させていたのではという、推測もなされている。もしくはのぞみさんが脅されて指示通り喋らされていたとかな。嫌な想像ね。さらに K さんは元暴力団幹部ということも疑いを持たれた理由だ。今は更生しているわよ、きっと。警察による K さんへの事情聴取によると、失踪当日は派遣社員を送った後、得意先に納品に向かい23時まで仕事していたことが確認されている。つまり、アリバイが証明されているのね。親切に一緒に警察へ行ってくれてるんだから、むやみに人を疑うのは良くないわ。でも、やはり車に残された公費や血痕、舌骨の状況など不可解な点も多い。確かにそうね。警察はきちんと捜査した上で、事故死と判断したのかしら？血液型が違うというのは、明らかにおかしいのに。時が経って事件の真相が覆されることもあるから、もし何か情報があれば、ご両親に寄せてほしいよな。そういった情報が元になって、再捜査が行われる可能性もあるものね。のぞみさんの情報は何かあるの？生年月日は1984年1月25日。身長が154センチで体重は45キログラム前後。失踪当時の髪型は茶色のストレートで肩くらいまでの長さだったそうだ。それから通勤で使用していた車は、2002年式のスバル、プレオ、で色はローズシルバーだ。ご両親は今も、もやもやした気持ちを抱えているわよね。ご両親が納得する形で事件が解決することが、本当の終結だと思うぜ。でも、もし警察の見解通り本当に事故なのだとしたら、あの日車に乗らなければ、事故は起こっていなかったのよね。慣れない運転って怖いわね。のぞみさんが一人で車に乗っていたのだとすると、脱輪事故の話や谷底への落下は、不慣れな運転が引き起こしたと言わざるを得ない。車の運転に自信がないのであれば、運転を控えるか、ペーパードライバー講習に通って、技術を磨く方が良いと思うぜ。今の話を聞いて決めたわ。私しばらくは車を買わずに、マリサに送迎をお願いする。おいおい、私はアッシーじゃないぜ。それに慣れている人だって、事故を避けられないことはあるんだ。でも短期で怒りっぽい私が、運転なんかしたら命がいくつあっても足りないわ。ようやく自分を見つめ直せたんだな、わかったよ。さて、というわけで今回は、三重県 OL 行方不明山浦のぞみさん、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。